皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。パ・ CS ファーストステージ日本ハム・ロッテ第3戦14日エスコーンフィールド写真・花の手当てを受ける伏見試合前練習中にノックの打球が顔面を直撃し、検査を受けるため札幌市内の病院に向かった日本ハム伏見トライ捕手34がベンチ入りした。 打球が当たった直後は地面に倒れ込んだが、タオルで鼻と口付近を押さえながら起き上がり、自分で歩いてベンチ裏に引き上げていた。スタメンはタミヤ有料捕手、24。だが、欠場の可能性もあった精神的支柱でもあるベテラン捕手のベンチ入りは、逆転突破への大きなパワーになりそうだ。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。